中日ドラゴンズが大きな転換期を迎えています。2022年シーズンから3年間中日の指揮を執った立浪和義監督がチーム低迷の責任を取る形で今季限りでの退任が発表されました。それと同時に立浪政権時では冷遇されたと噂されるチームの顔とも言えるダイアン・ビシエド選手の去就が大きな注目を集めています。中日では早くも主に中継ぎ、抑えとして長年中日のブルペンを支えた田島慎二選手、主にダイソー、外野の守備固めとして活躍してきた加藤翔平選手、昨季強打陽太選手とのトレードで横浜 DeNA ベイスターズから加入した左腕投手の砂田義樹選手の3選手が今季限りでの引退を発表し、昨季巨人を自由契約となった中で今季中日に加入した中島博之選手が来季のチーム構想から外れるとの報道がされました。続々とベテラン選手たちの去就が決まっていく中、果たしてビシエド選手の未来はどうなるのでしょうか。まずはダイアン・ビシエド選手の現在の状況を詳しく見ていきましょう。2024年シーズン、ビシエド選手の一軍での成績は大きく落ち込んでいます。わずか15試合の出場で打率2割0分9厘、1本塁打、2打点という厳しい数字となっています。これは彼の全盛期と比べると大きな差があります。例えば2018年のシーズンでは135試合、打率3割4分8厘、26本塁打、99打点という成績を残しています。この落差は歴然としています。特に懸念されるのは出場機会の激減です。今季は1軍でわずか15試合の出場にとどまっており、6月9日に2軍降格となって以来、1軍復帰を果たせていません。なぜビシエド選手は今季、これほどまでに苦戦を強いられているのでしょうか。その理由をいくつか挙げてみましょう。一つ目は年齢による影響です。ビシエド選手は現在35歳、決して高齢とは言えませんが、選手としてのピークを過ぎつつあるのは事実です。特に反応速度や瞬発力といった面で若い頃と比べると変化が見られます。二つ目は投手陣の研究が進んだことです。ビシエド選手の長所である高角打法に対して投手たちが効果的な対策を見出してきました。内角攻めを徹底したり、変化球の配球を工夫したりと、ビシエド選手を抑えるための戦略が確立されつつあるのです。3つ目はチーム内での競争激化によるものです。昨オフ、中日は元巨人の中田翔選手を獲得しました。中田選手も一塁手であり、ビシエド選手とポジションが重複します。この影響で、ビシエド選手の出場機会が減少しているのです。4つ目はメンタル面での影響です。これまで主軸として活躍してきた選手が、突然ベンチに座らされることになれば、誰でも戸惑いを感じるでしょう。その焦りや不安が、さらにパフォーマンスの低下を招いている可能性があります。しかし、ビシエド選手は決して諦めてはいません。2軍では72試合に出場し、打率3割、8本塁打、31打点と有効成績を残しています。常に前向きな姿勢を保ち、若手選手たちの勇気を手本となっているのです。では、ビシエド選手の中日残留の可能性について、具体的に分析していきましょう。実は、ビシエド選手の中日残留の可能性は、予想以上に高いと言えるのです。その理由を4つの観点から詳しく見ていきます。1つ目は次期監督候補との相性です。現在、次期監督の有力候補として名前が挙がっているのが、井上和樹現2軍監督です。井上監督は、ビシエド選手の野球に対する姿勢を高く評価していることで知られています。ある球団関係者は次のように語っています。井上さんは、ビシエド選手のプロフェッショナリズムを本当に尊敬しているんです。常に前向きで、チームのために全力を尽くす姿勢、そして若手の指導も惜しまない。そういったビシエド選手の人間性を井上さんは高く買っているんですよ。この評価はビシエド選手の残留にとって大きなプラス要因となるでしょう。二つ目はファームでの存在感です。先ほども触れましたが、ビシエド選手は2軍降格後も素晴らしい活躍を見せています。72試合で打率3割、8本塁打、31打点。これは立派な成績と言えるでしょう。しかし、数字以上に重要なのが、彼のチームへの貢献です。
あるコーチは次のように評しています。ビシエド選手がいるだけで、ファームの雰囲気が変わるんです。彼は常に笑顔で、若手選手たちに声をかけ、アドバイスをする。そして自分自身も必死に練習に取り組む。その姿を見て、若手たちも自然と刺激を受けるんですよ。ファームがこんなに活気に溢れているのは、間違いなくビシエド選手の影響が大きいです。この存在感は、チーム再建を目指す中日にとって、非常に大きな価値があると言えるでしょう。3つ目はファンからの圧倒的な支持です。ビシエド選手は、その人柄の良さと長年の活躍から、中日ファンの間で絶大な人気を誇っています。SNS 上では、ビシエド選手には中日に残ってほしい、ビシエド選手がいなくなったら寂しい、といった声が多数上がっています。球団経営の観点からも、このファンの声は無視できません。ビシエド選手の存在がチケット販売やグッズ販売に与える影響は決して小さくないのです。4つ目は高知県民選手としての可能性です。最も興味深い可能性として、高知県民選手としての残留が考えられます。実は過去にも、現役選手が高知を兼任するケースはありました。立浪和義氏自身が現役最後の2年間、打撃コーチを兼任していました。外国人選手では前例が少ないですが、だからこそビシエド選手ならではの価値があるのです。ある野球評論家は次のように指摘しています。ビシエド選手は日本野球を熟知し、かつ外国人選手の感覚も理解できる。これは非常に貴重な人材です。技術面のアドバイスはもちろん、精神面でのケアも可能。特に新たに来日する外国人選手にとっては、心強い存在になるでしょう。つまり、現役を続けながら、チームに新たな形で貢献できる可能性があるわけです。この選択肢は、ビシエド選手自身のキャリア延長にもつながり、ウィン、ウィンの関係を築ける可能性があります。一方で、ビシエド選手が中日を離れ、新天地を求める可能性も考えられます。ここでは、具体的にどのようなチームが候補となり得るか、分析してみましょう。1球団目は広島東洋カープです。広島は今季、打撃不振に悩まされています。ビシエド選手のような安定した中距離打者が加われば、チーム打線に厚みが出るでしょう。また、マツダスタジアムは打者に有利な球場としても知られており、ビシエド選手の長所を活かせる環境と言えます。2球団目は埼玉西武ライオンズです。西武も今季は打撃不振が目立ちます。特に主軸の山川穂高選手のソフトバンク移籍後、チーム打線の中心となる選手が不在です。ビシエド選手が加われば、即戦力として活躍が期待できます。3球団目はオリックス、バファローズです。オリックスは今季、パリーグ4連覇、日本一奪還を目指していたものの、投打で不振に喘ぎ、現在5位と苦戦しています。来季王座奪還を目指す中でさらなる打線強化が求められており、ビシエド選手の加入は、その2イズに合致するでしょう。以上3チームのうち2チームは、指名打者制度のあるパリーグに所属しており、ビシエド選手にとっては魅力的な選択肢となり得ます。現在35歳のビシエド選手にとって、守備の負担を減らしつつ、打者としての能力を最大限に活かせる環境は理想的です。しかし、移籍にはいくつかの障壁があります。一つ目は年俸です。現在の年俸3億5000万円からの大幅な減額は避けられません。あるスポーツ紙の記者は、年俸5000万円以下なら、獲得を検討する球団は出てくるかもしれない、と予想しています。二つ目は役割の変化です。新天地では、主軸としての期待よりも、若手の指導も兼ねた、軍師的な役割を求められる可能性が高いです。ビシエド選手自身がこの役割を受け入れられるかが鍵となります。三つ目は環境の変化です。中日で9年間過ごし、すっかり日本の生活にも慣れたビシエド選手、新天地に移ることへの心理的なハードルは、決して低くないはずです。ビシエド選手の今後には、残留、移籍いずれの場合でも課題があります。最大の問題は年俸です。現在の推定年俸3億5000万円からの大幅な減額は避けられません。ビシエド選手自身が、どこまでの減俸を受け入れられるかが、評価されます。
去就を左右する大きな要因となるでしょう。またビシエド選手自身の意向も重要です。これまでとは異なる役割を受け入れられるかどうか、そして家族を含めた生活面での希望なども考慮に入れる必要があります。個人的な見解としては、ビシエド選手にとって最も理想的な選択肢は中日での高知県民選手としての残留ではないかと考えます。その理由は、1、チームへの貢献度を維持できる。2、外国人選手への指導という新たな役割で価値を発揮できる。3、ファンとの絆を維持できる。4、現役を続けながら指導者としてのスキルを磨ける。と以上4つが挙げられます。しかし移籍という選択肢も魅力的です。新しい環境で再起を図ることはビシエド選手のキャリアにとって価値ある挑戦となるかもしれません。特にパリーグでの指名打者としての起用はビシエド選手の長所を最大限に活かせる可能性があります。最終的にはビシエド選手自身の意思と球団との交渉次第でしょう。どのような選択をしてもビシエド選手がこれまでのキャリアに恥じない形で次のステージに進めることを多くのファンが望んでいることでしょう。皆さんはビシエド選手にどんな未来を期待しますか？残留、それとも移籍、あるいは別の道、コメント欄で教えてください。